ートレディオ。皆さんこんにちは、小熊ゆかりです。もう寒い朝晩、本当に冷えてきましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。ついこの前までセミが鳴いていたと思ったら、もうね、スズムシが夜は鳴いていて、トンボが飛んでるのもね、結構見かけます。トンボってね、あの外を飛んでいると、あ、秋なんだなぁなんて思うんですけど、以前ね、洗濯物を取り込むときに部屋の中に入って しまったことがあってね、もうそれはね、もう恐怖だって、部屋の中をね、トンボが飛ぶんだから、もうどうにも怖くて、結局その部屋に殺虫剤を一本撒いてしまい、本当にトンボさんごめんなさい。そして昔、あの赤トンボの羽を取ったらブラムシっていう歌がありましたけど、本当にそうなるのか試したこともあって、あ、ブラムシにならなかったのにトンボさんごめんなさいみたいな感じなんですけれども、今回も素敵な曲をたくさんご用意していますので、最後までゆっくり聴いてくださいね。まずご紹介するのは、この季節にこんなサウンドが似合うんじゃないかなと思って選んでみました。イリーアット奏でで、彼と彼女のソネット。今の私たちを、もしも何かに例えたなら、朝の霧の中で道をなくした旅人のよう、いくつもの偶然からあなたに惹かれてゆく、星は瞳世界というのはね、私の中にはこうないので、とても憧れるんですけれども、大貫妙子さんのねバージョンでも聞いたことあるなっていう方いらっしゃると思います。なんともね、この寄り添うような声の存在感にね圧倒されます。そして聞こえてきたこの曲、女性ユニット花のる坂の新着から、クローバー。あなたのことを思えば
久しぶりだわ。数えきれない人の草原、四つ葉は一つ恋を見つけた。今日はクローバー、あなたに会えた。オクトーバーセカンド、愛しい風が吹いてる。まだあなたのこと何も知らない。そういえばね、最近四つ葉のクローバーなんてちょっと忘れていましたね。小さい頃よくお友達と遊んで、あ、四つ葉のクローバー見つけた、幸せになれるなんて言っていたことがね、懐かしくなります。こういうもうギターのカッティングだけで世界観がありますけれども、フェンスオブディフェンスの時とはまた違ってね、シンプルなアコースティックサウンドだからこそロックを感じます。西村雅俊で愛するものよ、無垢なる日々よ。不安や恐怖を持って脅かす輩は、自分の罪に怯え次々とすり替わる。どこに見たい、どこをうろついてたんだい、何を探してたんだい。迷子のふりして自分に嘘をついていた。だけなんだ、それを作るもんじゃない、人気のものをスパイラル、故に果てのない。空が今もある、裸のまま生まれたのなら裸のまま生きればいい。野良猫が月を見上げるように、光に背けば夜明けは。この街を溶かす
ミューミックスポッドラディオ。この辺でちょっと勢いをつけていきましょうか。アンクで終わらない夜。なりそうなのに、もうちょっと聴かせてって感じですけれども、アンクさんの曲はどれもね、そう思わせるんですよね。そして山梨良平でポーノワルツ。遠くサンタンドレデシャの教会の暗闇で踊る小さな弓を肩にかけたポーノワルツ、ラリラ、ラリラ、ラリラララララ、リラ、ラリラリラララ、リラリラリラララ、リラリラリラララ、リラリラララ、ラリ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 ラ、鐘楼にかかる虹のようなその眼差し受けて、誰もが愛し会いたくなるポーノワルツ、ラリラ、ラリラ、ラリラララララ、リラ、ラリラリラララ、リラリラリララ、ラリラリラララ、リラリラララ、リラリラララ、永遠
ゆかりんのこんなテーマで選んでみました。先日弟の結婚式があって長岡に帰ったんですけれども、ああ6つ下の弟に先を越されてしまったわというのは、まあ特にはね思わないんですけども、随分男らしくなったんだなとか、両親のねほっとしたような表情、意外に身内ほどそういう姿を見ることってないのかもなーなんてね、いろんなことを思いましたね。まあそれにしてもね、朝からバタバタで6時半にはもう美容室に行って髪とねメイクをやってもらって、その後着付けをしてもらって、なんと人生初の振袖、これが意外に合っちゃったのよね。うん、自分でも結構気に入りました。で今回は人前結婚式というね、私初めてだったんですけども、そういうスタイルがあるんですね。もう披露宴の会場でやるんですよ。披露宴の前に15分ほどの時間を使って、みんなの前で愛を誓って契約書にサインをして、立ち会い人のもとにね、で指輪の交換をするっていう、まあ、今こういう形式もあるのねなんて思ったんですけれども、まあ、その後そのまま披露宴になるんですけれども、今ね席だけ入れてっていう方も多いですけども、ああやってねみんなの前で愛を誓い合うっていうのはね、なかなかいいもんだなと思いましたね。でお色直しの時はキャンドルサービスで新郎新婦がこう入場したら、なんかこうシャボン玉がわーみたいなね、もう夢の世界みたいな演出で、ちょっとこう照れくさいような、やっぱりね姉貴としてはなんか友達の結婚式に出るのとはちょっと違うのでね。でも新郎新婦と言われる弟の姿もすごく嬉しくて、新婦さんにも初めてお会いして、親族の方々にもねご挨拶して、ちょっと感慨深いものがありましたね。ただね歌のプレゼントをしたんですけれども、本当に着物って息が吸えないのね、初めて知りました。いろんなことがありましたけども、私もね弟にあやかれるかしら。といったわけで、今回は結婚する二人に贈りたい曲ということで選んでみました。まずはこの曲から、ルナで花冠。つぶやいて
していて、先日のね結婚式を思い出しますけれども、それではもう一曲、種浦雅夫であなたの笑顔もため息も。あなたが笑う僕の部屋の中きらめくように太陽は照らす二人だけの部屋をときめくように照らすよ。そう弾けるほどの光がここにあり、あなたと僕裏切りや恨みやいたずらや寂しさまでも抱きしめて、そっと孤独が消える。あなたの何がないその仕草、宇宙の果て何億光年彼方に消えていくよ。昨日は忘れかけてた優しさや愛しさまでも蘇る。そばにいるすべてが諦めないでとささやく、そっとあなたはもう何も言わないで、黙ってそばにいてね。その時より寂しげな背中も僕が守っていくから。今回のミューミックスポットラディオいかがでしたか？この番組では皆さんからのコメントをお待ちしています。ミューミックスのツイッターから、または小さいクマおぐまひらがなでゆかり、私のホームページ検索していただいて、直接メール、ツイッターからコメントをいただいても OK です。お待ちしています。そしてもうすぐワンマンライブです。10月の12日の水曜日、クロコダイルでオープンが18時、スタートが19時半、二部構成になっていて、一部と見るとね、こうどんな風にしようかなとかいろいろ考えているんですけれども、バンドともね、もう回を重ねるごとに音での会話がスムーズになってきて、
ちょっとこうクラシカルな曲もあるんですけれども、そういうものも形になるのがこう早いというか、むしろ私が思ってた以上にこうクラシカルでアグレッシブな感じになったりとかして、まあ、やっぱり人がこう集まるといろんな風にこう自分のアイデアが転がっていって面白いなって思います。ぜひ皆さん見に来てくださいね。先日のね、その実家に帰った時に久しぶりに親戚一同が集まって、あ、みんな元気でよかったなとか、まあ私もこう昔はね親戚付き合いなんてこう億劫だななんて思ったこともあるんですけれども、やっぱりつながってるっていいなとかね、あといとこともねいろんな話をしたんですよね。それも初めてで、あの大人同士の会話ができるっていうのもねいいもんだなって、東京で頑張ってねなんてあったかいパワーをたくさんもらって帰ってきました。最後にコッテルのゼルズミュージックを聴きながら今回はお別れです。私にも素敵な出会いがあるといいな、そして皆さんにも。お相手は奥間ゆかりでした。それではまた、バイバイ。木立の中で窓のそばでまるで本の中のような不思議な気ミュミックスポットレディオ。